はい、ということでね、デモデーはもう多分終わっていることなんですけど、この動画でね、まあ、何を伝えたいかというと、プレゼンを今回瀬名くんと僕でやるんですよ。そのプレゼンをまあどう作ったかっていうのをちょっとこれ皆さんに見せたいなと思って、かなり貴重じゃないですか。貴重貴重。プレゼンしたことない人からしたらさ、ああまあ確かにね、どういうふうにやったかっていう、うん、でまだ何も決まってないんでね、瀬名くんからね、俺も構成をどうするか今ちょっと聞きたいと思うんで、うん、お願いします。はい、まず今その視聴者の方からするとというか、多分11話、うんで松葉くんがプレゼンをやるのかどうなのかみたいな伏線を張ってる状態になってると思うのね、うんうんうん、番組側が、はい、ってなった時に事業の趣旨を伝えるってなると、おそらく、まあ、僕結構本気でやり抜くやり抜くってやってるから、事業の内容は僕が喋ろうかなと思ってて、うんうんうん、で最後のそのクロージングというか、まあ、僕らがどういうチームなのかとか気持ちの部分とか、やっぱ松葉くんの口からの方がみくるさん、ひかるさんもそうだし、視聴者の方にも響くのかなと思ってるから、全体のまあ大枠というか構成としては、序盤僕が喋って、で最後のもう締めは松葉くんに全部任せるみたいな感じ、うん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 、でもっと言うと、僕が最初に喋ってて、あれ松葉じゃないのかよって多分思われると思うんだけど、がっかりする人もいると思うので、これがいい意味で松葉くんがサプライズ登場をして最後かっこよく締めてもらうっていうのだと、なんか全体としてまとまるのかなと思って。なるほどね。授業を持ってきたのは瀬名くんですからね、やっぱ一番詳しい人が喋るのが普通ですから逆に俺が喋っていいのかって話になってきますよね。え、大丈夫？本当は全部やりたいとかじゃないの松葉くん？いや、まあ前回だったらそういう気持ちあったけど、やっぱ一番ね、喋れる人が喋るのがいいからね、まあ、今回俺は本当に勝ちに行ってるんで、やっぱ勝ちに行く作戦で行かなきゃ、まあね、しっかりとね。まあでもそれで言うと、本当に最初は松葉くんに全部お願いしようと思ってたの、うんうん、結局松葉くんが一番人気だから、だから松葉くんが最後もうプレゼン締めくくったら、シーズン1も通して松葉くんが成長する物語じゃないけど、はいはい、っていうのを綺麗に収まるかなと思ったんだけど、でもプレゼンやってないからね今回俺。サントリーボディのプレゼンをなんか2回ぐらいやってればさ、もしかしたらいけたけど、全く今ゼロからのプレゼンだから、これが多分一番いい道だと思うんだよね、うん、っていうところで、今回僕らが設けてる、まあ、一つのキャンファイアとの違いは、もうトリートメントをずっと作ってるわけじゃん。そうだね。これをもう実は同じタイミングでリリースします、自社 EC で出しちゃいます、はいはい、完成してますっていうのをドンと言いたいの、うん、言っちゃう、そこで。そう、ここで言いたいの。言うの、デモデーで。そう、デモデーで言いたいので、これをなるほど、ね、そう、この時に僕がバーってなんかそれまである程度出てたやつをよりなんか気持ちを込めて、多くの人に伝わる、投資家にも伝わるような形で事業説明をさせてもらって、満を持して松葉くんにこのタッチでチェンジをしたいのね。タッチで？スラムダンクみたいな。これ、ね、そう、これ。わかる？ルカーと。俺、顔叩いてるかもしれない、こうやって。いや、そのもうね。それ、こいつらやっぱフラットなのかって、誰からやめて。あれをやって、うん、もうチェンジして、で、俺がもうトリートメントを作ってますと、そう。そういうなんかもう重大発表がありますみたいな。なるほどね。もう発売します。もうこの時ね、僕らここまで動いてますって。うん、もうなんかもう先の先までちゃんと読んでるんですよ、みたいな。はいはい、考えてますみたいな。で、その後、チームの編成。要はさ、まあリアルなこと言うとさ、僕と松葉くんが結局不仲なのかっていうふうに思われてることもあるじゃん。はいはいはい。で、おもちちゃんと松葉くんも思われてるじゃん。確かにね。だからなんか、松葉くんの口からチームの紹介をしてくれたら、松葉くんの本当…だからあれか、人間性が皆無な起業家セナとか。セナのアイデアに肯定しかしないおもちとか。悪いよ。ね、ラオスは悪いこと言ってるよ今。ラオスはなんだろうな、詐欺師。おっぱい大好き詐欺師。誰におっぱい大好き詐欺師。ラオスいたんだ。ふざけんな。ラオスいたんだ。嘘で、そういうことでね、はいはいはい、そういうチームメンバーの紹介ね、うん、でその後会社としてチームとしてのミッションあるいはビジョン、まあ、企業理念の部分を、うんうんうん、なんか綺麗事とかじゃなくてちゃんとやっぱ気持ちがある言葉が大事だと思うから、松葉くんの口でしっかりと伝えてほしいなと。でそれで締めると。そう、瀬名くんはもう決まってるの？その構成自体。そうだね、僕はもうなんか投資を最後勝ち負けもそうだし、うん、どちらも落ちるっていうことって最後の最後は本当もう運だと思ってるの、はいはい、やれること全部やってもう出し切って、うん、出し切った上でも後悔しないって言えるぐらい、でもまあ僕は絶対勝てると思ってるんだけど、ってなったらその後のやっぱ視聴者さんにどれだけ僕らが全力で事業を取り組んでたかとかを正直さ11話まで全然描けてなかったじゃん。これすごいやっぱ心残りだから、デモデーでそこの回収をしたいの。確かにね、僕らこんくらい本気でしたっていう、はいはい、だから冒頭の1分30秒から2分ぐらいは
僕らがどういうスタンスで臨んでるとか、僕らどういうことをやりたいのかっていうのを視聴者さんに共感してもらう、それがきっと売り上げにもつながっていくと思うから、今後そこに時間を割かせてもらって、でそこから事業紹介、プロダクト紹介、マーケティング戦略と今後の展開まで発表するっていう感じかな、を大まかに言うと。でこのまあ僕の中ではマーケ戦略がやっぱ一番肝だと思ってて、これその、まあ、みんなにさデモデーで伝わってるか分かんないですけど、なんかその松葉くんとラオスが営業でね、リアルにもういろんなホテルとかサウナ施設とか老人ホームとか、はい、全部回ってもらってるんだよね、はい、すごい数ここに来るまで。やっぱ結局ノンタイトルの手を離れた後、僕らがどれだけ事業をちゃんとできるかっていうのをしっかりと証明しなきゃいけないと思っているから、うん、そうなった時に営業力松葉くんありますラオスありますって言ってもさ、何のエビデンスにもなんないじゃん、うんうんうん、だからやっぱそこは今までも松葉くんたちに動いてもらって、すごい数の方が賛同してくれたりとか、実際に置いてもいいよって言ってくれてるので、そこをねちゃんと伝えたい。マーケ戦略で僕らもここまでこの先まで考えて、まだ事業化されてないのにこんな動いてますよと、うん、実際こんだけ営業力あるんですよこのチームはっていうのね、マーケ戦略のところでドンと伝えたいんだよね。セナ君のさ、まあちょっとこれ視聴者のみんなに届けたいんだけど、うん、セナ君の中でのプレゼンの作り方っていうなんかアドバイスがあれば、なんかまあ僕が思ってるのはだよ、うん、結局まあ今回ちょっとイレギュラーだから、投資家さんとあと視聴者さんにも響かなきゃいけないっていうのは普通ではないから、はいはい、参考になるか分かんないけど、どちらにしろ共通してるのは絶対心を動かすことがなきゃいけないと思ってて、はいはい、それが一番だよね。そうここだけだなと思ってるから、うん、変な話数字を出してないとエビデンスがどうのこうのなんて質疑応答でやればいいと思ってるから、うんうんうん、意外とそのまあ僕らもそれっぽく見せるためにとかであえてミッション23とかって数字たくさん入れたりしたんだけど、数字とかもう本当にほぼほぼいらなくて、それってやっぱ側のことでしかないから、心をどうやって動かすかみたいな、このプロダクトがどういいのか、僕らの人間性はどうなのかみたいな、それこそ松葉くんがチーム紹介してくれるとか超重要だと思ってるんだよね。事業に投資するのもあるけど、やっぱ人に投資すると思ってるのね、うんうん、投資家は。だからやっぱ心を動かすっていうところに全力を振るっていうところじゃないのかな。どうすか。いや間違いないですね。プレゼンは1分でできるから、みんなプレゼンなんて1分でできるからね。1分あれば十分だよ。ヒカルさんとミクルさんのねけどまあそんな感じでちょっと作っていくんで、ちょっとこれ密着します、できるまで。あ、そうなの。いや、していこうか。せっかくだから見せたいじゃん。え、密着 したやつが全部まとまって一本だって上がんの。上げようかなと思って。もったいなそれで一本じゃないんだいや、だって何も進んでないからさ。だからこっから多分俺が帰って、俺のパートを自分がどう考えながら作ってとかって。あー、なるほどね。で、セナ君と会った時にこう話し合ってとか練習してるシーンを。そこまでリアルに追っかけんの。え、追っかける追っかける。松葉 YouTube すごいですね。いやだって見たいでしょみんな。俺だったら見たいもん、そのプレゼン。あー、まあ確かにな、みんなが見たプレゼンがどう出来上がったのかっていう。ということで、はい、じゃあこっから各自一旦分かれてね、はい、作っていきたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、はい、ということでね、まあ先ほどあのセナ君とプレゼンのことについていろいろ喋ったんですけど、次はね僕が自分のパートのね原稿をこれから考えると思います。まあで、僕のパートはね、さっきスナ君が喋ったと思うんですけど、まあ事業面に関してはスナ君が多分説明するんですよ。プロダクトのこととか、戦略のこととか。で、僕はどっちかというと、最後のサプライズと、チームの紹介と、信念や思い。だからどっちかというと、感情論をね、バーンってここで言って、最後に締めるという大役をやるんですけど、まあやっぱじゃあ最初はね、一番メインの信念かな、をやっていきたいと思います。で、まあと、まあ、僕のパートは2分から3分ぐらいかなを考えてるんで、新年が35秒くらい、まあ、40秒でいいか、新年40秒、メンバー紹介25秒で、今で65です。トリートメントで、まあ、25、これで3分ですね。でまあね、原稿の作り方は前回のまあ腸活フードやった時に、まあ、ケイタのちょこちょこ見たりとか、こう二人で話し合ったりするのもあるんで、まあ、大体はね、わかるんですよ。信念か。まあ、ここで伝えたいのは、やっぱストーリーが欲しいですよね。僕が言うことに意味があるってことは、まあ、やっぱ思いとか。だって個人の思いじゃないか、チームの思いとして作りたいから、まあ、チームブルーの出来事をまず書くかな。ってなると、やっぱりチームブルーで一番大きいのって、首。二人首になってることなんですよ。なんで、やっぱこれを踏まえたいですね。やっぱ最初は、最後に盛り上げたいから、最初はどっちかというと、マイナスとか不安要素からこう伝えていく。悲しい出来事から伝えていって、最後にこんな要素もあったけど、僕たちは乗り越えました。だから、このチームだと絶対に成功します。なので、投資してください。ぐらいまで言い切っちゃっていいと思うんですよ、多分。なんで、最初はやっぱクビになったことを伝えたいから、例えば、まあ、最後の部分なんで、冒頭には最後に、僕たちテレサはこの3ヶ月間で、
2回メンバーがクビになっています、まあ、その結果チームは、まあ、チームが崩壊したから、しかも1回じゃないからやっぱ何回も崩壊してるから、まあ、チームが何度も崩壊し、あと事業も3回ぐらいピポッとしてるじゃないですか。決まらなかった、いやチームが崩壊したりとか事業が全く決まらなかった、それに対してやっぱ結構しんどいとか辛い日々を送ってたみたいな感じかな、ここでは。で、まあ、僕ちょっとさっきね、秒数めちゃめちゃ間違ってましたね。もうなんかもう頭回ってるのかな。はい、で今サプライズのとこもね、まあ、いろいろ考えて、ちょっとここね意外と難しいなと思って、もうちょっと時間かかりそうなんですけど、僕の今ね原稿をこんな感じで作ってるというところを見せれたんで、まあなんていうのかな、これをねセナ君と青木さんに見せて直してもらって、でまあ、さらに自分の言葉に置き換えてもこれをどんどん繰り返していくと、そして原稿ができるって感じですね。なんでね、まあ、それをどんどんブラッシュアップして、すごくないブラッシュアップ使えるようになってからね。みんなわかんないでしょ、ブラッシュアップ。わかんない方 Google で調べてください。はい、でね、まあ、次ねどの画角に飛ぶかちょっとわかんないんですけど、まあ、その画角でまたお会いしましょう。じゃあおやすみなさーい。まずはじめに皆さんに聞いてほしいことがあります。一つだけ本当に悔しいんです。僕らが提案する事業はユニセックスから愛され時代を先駆けるヘアケア&ボディケアブランドテレサです。はい、それではテレサが最初にリリースプロダクトをご紹介します。最初は3つです。シャントリボディ 400ml4200円、 100ml1600円、プロトリートメントミスト1300円です。改めて僕らは最強のチームです。セナは商品開発から戦略までできる天才、ラオスは銀行員時代トップセールスマン、お持ちは全 CEO で得たコミュニティの広さ、僕は圧倒的なうとしつこいくらいの執念深さ、開発、戦略、営業、育成、それぞれのスペシャリストがいるまさに最強のチームなんです。この先これまで以上に辛いことや過酷なことはたくさんあると思いますが、絆が深まったこのチームなら必ず乗り越えることができます。そして購入していただいた人には感動と喜びを、ヒカルさんとミクルさんにはついに気になってしまうような事業展開を、僕たちテレサがヘアケア業界に革命を起こします。ご清聴いただきありがとうございました。まあ、どこを取り入れるか、でも確かに俺セナ君のあれ今日初めて聞いてたけどちょっと難しいなと思って、うんうんうん、周り黒いよね、あと、うん、なんかやっぱこってりしてるよね。また純粋に言っちゃったら情報量も削んなきゃいけないし、うんうん、ここをもっとコンパクトにしつつ、最初のマイクリの部分プラスもうちょっとチームとしてっていう話は加えようかなと思うけど、でも友達からしたらさ、僕懸念してるのはさ、視聴者さんにはさ伝えたいこといっぱいあるじゃん、はい、教えてほしいの意見として。僕さ、ここ結構超重要な要素だと思ってるんだけど、 ABEX ビーチの話とか、営業松葉くんラオスがやってくれたって話からの、ここで伝えたいのは、事業化する前からここまで先を見てやってる、そう動いてるメンバーの能力とこの事業を成功させることへの熱量と本気度ですっていうのが、ここ僕一番大事だと思う。でしょ、裏での動きも全部語りつつさ、ちゃんと証明してるというか、決定事項としてこんなやってるんですよ、でチーム力を見える大事なところで、ここが僕松葉くんが最後まとめてくれるところにつながると思ってる、うんうん、俺のチーム紹介とさ最後の信念問題なかった？いや問題ないと思う。今ご覧いただいた紙を乾かした状態でこちらにご用意しました。皆さんから見て、右側が某リンスインシャンプーの使用後、そして左側がテレサのシャントリボディの使用後です。いかがでしょうか。乾かした後、従来品ではやはり髪がギシギシするのに対し、シャントリボディは櫛通りが非常にいいことがわかると思います。続いてお手元にご用意した泡立て器でシャントリボディを泡立ててみてください。泡立ちと香りを感じられると思います。香りはデータをもとにユニセックスが好む香りを分析し、調香師さんと何度も試作した香りとなっています。で、一回ストップしていい？サントリーボディを泡立ててみてくださいで、ラオスが一緒にやってほしいのも、あ、オッケーオッケー、ごめんね。いいよ。で、今のでちなみに全部で1分だった。あ、オッケーオッケー、うん、オッケー。じゃあもう一回通していくよ。はい、じゃあ通していきましょうか。はい、よーい、スタート。泡立てポンプをさ、やった時にさ、泡をこう、上の部分蓋取るじゃん。それを置くの、あの丸いちっちゃいので収まるかな。収まるでしょ。なんかバランス悪くて、コロンとかいっちゃってさ、汚れるっていうケースがある気がする。
これ泡立て器って俺イメージがない全くつかないんだけど、どうやって手に乗せるの？あ、泡立て器があってこう取れるの蓋みたいな、だからああはいはいはい、こうあなんか棒が入っててパンパンパンってやると、はいはい、泡が出すの。こうしてこうして、でここをこう外して外してこの泡をこうすくうみたいな感じなんだよね。はいはいはい。でごめん、これさ前回のさ、前回のっていうか時間をさ言わないとさ、いきなり次いけないと思うんだよ。前回確かニコちゃんはデモの関係で2分だけしかお時間いただけないんですけどっていうことを注意してたと思うんですよ、うん、アナウンスしてたからこれで終わりって切れると思ったんだけど、僕今のだと切ってないじゃん、うん、だから結構さダラダラさやっちゃう可能性あると思うのね。だから、うん、ごめん、それで言うと、口取りが非常にいいことが分かると思います。続いてお手元にご用意した泡立て器でシャントリーボディを泡立ててみてくださいって言って、お時間の関係で 3,40 秒ほどしかとかっていう、うん、まあ、あそうだね、そこの後だったらお時間の関係で 3,40 秒ほどしか取れないんですけれども、ぜひその泡立ちの良さと香りを感じていただければと思います。でもさ、ちょっとってさ人のあれ分かんないからさ、手が大きくてさいっぱい乗っちゃうパターンもあるわけじゃん、うん、だからさ、違う違う、こうやってそう、こういってこっちのパターンもいればこっちのパターンもいると思ってて、でこうやって伸ばした時に結局泡が乗っちゃってるから、水に浸かったら泡が上がっちゃうからさ、うん、まあ、確かに昨日のあれになっちゃうじゃん、うん、ってなった時にやっぱおしぼりはあった方がいいよねって思って、おしぼりはあった方がいいと思う。ほんとなんかひかりさんとかみきさん本当にちょっとしか乗せなそうだけどさ、うん、そっちのケースがあった時のために、まあまあ、あってもいいですか、ソフト乗せる、まあまあまあ、まあ、おしぼりあった方が確実で、うん、ラスちょっと男主やって最後やめろよマジ、あばらいてぇから、これ締めたいから男主で締めて、ちょっとおっことの主、あ、おっこと男主、男主、男主ってなんて言うの、違う違う、おっこと主、おっこと主じゃないのあれ、おっこと主、へぇ、さっきやってたじゃんあれはね、人間が知ってる、あの猿のやつ、おこり、え、なにそれ、え、モロやればいいじゃん、あとモロ黙れ、小僧黙れ小僧、お前にサンゴ救えるか犬ね、ちょっとしなんかあれだよね、え、待って、たけしはたけしなんかこれやろ、お前違う、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 いや今すげえ変化が来て面白かったんだけどプレゼンを準備ください、スタート。はじめに伝えたいことがあります。僕は今日この日に勝ちたいという気持ちが先行して、自分の画を通すあまりたくさん間違いをしました。ではイノベーションは天才にしか起こせないのか、そんなことはないと思うんです。本気になってたとえ失敗しても負けても勝つまで諦めずやり抜けば、イノベーションは誰にでも起こせるはずなんです。それでは実際にどのくらい優れているのか、まずはこの動画をご覧ください。左がシャントリーボディで、右がリンスインシャンプーです。まず右側のリンスインシャンプーの使用後から、髪がギシギシして皮脂が取れません。続いて左側のシャントリーボディはどうでしょうか。見てください、これぐらい指通りがいいんです。単純にすごくないですか。ラオスは一度チーム移籍をしようとして迷惑をかけてましたが、その裏にはレッドを心配してしまうほど一番優しく仲間思いな人柄がありました。最後に僕は圧倒的なのと、しつこいぐらいの圧倒的なのと、しつこいぐらいの執念深さを持っています。そして願わくばヒカル、このシャントリーボディをヒカルさんのリザードビューティーとぜひコラボさせていただきたいです。僕たちテラスがヘアケア業界に革命を起こします。ご清聴いただきありがとうございました。スタート。最初に伝えたいことがあります。僕は何が何でも勝ちたい気持ちが先行して、画を通すあまりたくさんの間違いをしてきました。でもどうか聞いてください。ちょ、もう一回いいですか、本当ごめんなさい、マジごめんなさい、マジごめんなさい、オッケーオッケー。この時はお腹から声を出すんだよ。あ、大きい声今出してる、うわーっつって言ってんじゃん。いや、もう聞こえちゃってるよ、多分すごい声ちっちゃいよね今ね。そう、一回でかいのだから、あーあーあいいね、いいね、いいよ、いいよ、いいよ、いいね、いいよ、いいよ、うわっ、しゃー、勝つぞ、しゃー、リハでも声出すと、リハでもしゃー、しゃー、
高い評価をいただいてます。百聞は一見にしかず、こちらの動画をご覧ください。左側がシャントリボディ、やつにしよう、右側がリンスインシャンプー。泡立ちもさることながら指通りが全然違います。そして櫛の通り、これだけ違うんです。続いてマーケティングです。最大の課題はノンタイトルの手を離れた後だと考えています。こちらをご覧ください。そこで売れる仕組み、売れる仕組みをこのように設計しました。業務用販売し体験を試せる場所を増やすことができればブランドは確実に成長します。シャントリーボディは一度使っていただければ必ず感動していただける自信があります。これでブルーのプレゼンを終了させていただく前に、いいね、なぜこのタイミングで僕に変わったのか、それは目立ちたいからというわけではなく、実はこのチームの良さを最大限に伝えられるのが僕だからです。最後に、僕たちは何度も崩壊しました。そして絶望的な日々を送っていました。けれどこのシャントリーボディを完成することができたのは、誰一人諦めず、何より皆さんに最高のプロダクトを届けたいという思いが強かったから、そしてこのノンタイトルで勝ちたかったから。購入していただいた方には感動と喜びを、ヒカルさんとミクルさんにはついにティナッシュのような事業展開を、僕たちテレサがヘアケア業界に革命を起こします。ご清聴いただきありがとうございました。短くなったね、1分48。まあ、ちょっと早めに行ったのかな、ね、リザードビューティングも消えたし、セナが10分25やばいぞ。さ、多分さ、一回資料を見てセナ君にここ何伝えたいっていうのを一回、ね、台本全部忘れるっていうか、うん。